和紙下町探偵団源さんです。今日は先日千歳の初音森神社やったから、曝露町東本橋の初音森神社も来てみたのだ。ここもね、変わってなきゃ取材しないんだけど、変わってんだよここも。ビルの2階にある。で、上の方は普通のビルなんだよ。2階だけちょっとね、神社になってでね、言われる。あ、これでも初音森神社の持ち物なんだね。初音森ビルって書いてある。なんかどっかに資料館が、あ、ここか、資料館があるらしいんだけど、開いてるわ。真っ暗だね、見えないね、なんだか。まあ、興味ある人はゆっくり見てください。でね、あの千歳とね、ここはね、関係ないかと思ったけど、やっぱ関係あるらしい。千歳の方が一応本社で、ここはね、儀式殿っていう位置づけらしいよ。なんか、お社がたくさんあるんだけど、ここに1個あるでしょ。賽銭箱があるでしょ。よいしょ。なんかね、三日月の馬が、どうのこうのとか、いろいろ言われがある。ほら、で、鳥居があって、またここにお社があると。これは何だろう。豚っぽく見えるけど、狐だよね。なんか三日月の井戸ってのがあったらしい。拝殿があるんだよな、一応な。儀式殿だからな、拝殿があるかな。太鼓とかあるもんね。まあ、とりあえず儀式をするところらしい。本社は、墨田区千歳ね。なんか、ちゃんとした行事とかあるとあっちであるのかな。まあでも、1階のこんなとこにあるってだけでも、ちょっと変わってるでしょ。今日は直感です。下町ちょっと変わった神社シリーズ。まあ、そういうことで、今日は、東日本橋。曝露町からの、初音森神社を紹介しました。おしまい。これでいいのだ。